皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、室町時代の前期についてお話しします。この室町時代というのは守護が強い力を持つようになった時代です。地方の守護が軍事、警察、さらに荘園の年貢の半分を得る権利、これをもって国司の権限を吸収する形で力を強めていきました。このような守護を守護大名と言います。守護は鎌倉時代にもいましたよね。でも鎌倉時代の守護と室町時代の守護、これはだいぶ違っています。鎌倉時代の守護というのは守護と地頭の関係並んでいるんですね。御家人同士ね、御家人同士ですから、守護が地頭を家来にすることはできません。また自分が治めている領国、これを自分の領地にすることもできなかったんです。でも室町時代の守護は、守護と地頭というのは上下の関係になって、守護が地頭を自分の家来にすることができました。また自分の治めている国、これを自分の領地にして、領主ね、その領地の主になることができたんですね。このようになって力をつけた守護、これが守護大名と言います。そして室町幕府の三代目の将軍、足利義満、この人は京都の室町に将軍の御所を建てて、ここで政治を行いました。このため、ね、足利氏が作った幕府、これを室町幕府というようになります。室町幕府では官吏が将軍を補佐して、関東に鎌倉府、これを置いて足利氏の一族がそこの長官として関東を支配していました。鎌倉幕府では将軍の補佐をするのは執権でしたね。これは北条氏が独占していました、ね、でも室町幕府では今度は官吏という名前に変わるので、これ覚えておいてくださいね。でこの足利義満、ね、南朝と北朝を合一、2つを1つにまとめる、こういうことをします。でこれで南北朝の内乱の時代が終わったわけです。じゃあどうやって一つにまとめたかというと、南朝と北朝あると、まず南朝に天皇を譲ってくださいと、北朝に天皇を譲ってくださいと、譲位してくださいと。でまず最初は北朝から天皇を出します。次に南朝から出しましょうと、そして次は北朝で南朝と、交互に天皇を出していきましょうと言います。また領地もあげますよと、こう言うんですけど、実際にはこれ約束守られませんでした、ね、天皇は北朝からばかり出るし、領地実質的には守護が管理しているので、南朝これはどうすることもできなかったんですよね。このため南朝の五亀山法皇という人、怒って吉野に戻ってしまいました。奈良に戻っちゃったんです。でももうね、その頃には力がなくて、また朝廷を作るということはできませんでした。で、この義満、ね、明と国交を開いて日明貿易を始めます。この貿易は和交と正式な貿易船、これを区別するために関号という相札を使っていました。このため、この貿易を関号貿易と言います。この倭寇というのは、中国沿岸や朝鮮半島を荒らし回っていた海賊のことです。この日明貿易というのは朝貢貿易といって、日本は明の国の家来の国になって貿易をすると、そういう貿易でした。この頃14世紀末、朝鮮半島で李成桂が高麗を倒して朝鮮という国を作りました。この朝鮮ではハングルという文字が作られました。でこの朝鮮と日本、1404年ね、国交を開始して貿易も始めます。この日明貿易の年と同じ年なんです。この朝鮮との貿易では日本と朝鮮は対等な立場で貿易をしました。で
まだこの頃日本には木綿がなかったので、朝鮮からは大量の木綿が日本に入ってきて、日本の衣類、ね、または寝具などに大きな変化をもたらしていきました。そして琉球、今の沖縄県ですね、沖縄県琉球ですね、これは15世紀初めに張波氏という人が琉球王国を築きます。それまで、ね、琉球は3つの国に分かれていたんですけれど、これを一つにまとめました。そして琉球王国を作ったんですね。これは中継ぎ貿易という貿易で栄えました。中継ぎ貿易というのは輸入したものをそのまま再度輸出する、または輸入したものを加工して輸出すると、そういう貿易です。そういう貿易で、中継ぎ貿易でこの琉球王国は栄えたんです。今の北海道、これは蝦夷とか蝦夷地というんですけれど、ここにはアイヌ民族が住んでいて、狩猟や漁、海外との交易を行っていました。これが室町時代の前期の主な内容になります。この赤い線が引いてある部分、テストに出やすい部分なので、皆さんしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。